皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。マルチ商法の悪質手法の手段1、これよく見かける手法なんですけれども、上の人が優しい。だから、私優しくしてくれるって勘違いしちゃうんですけれど、なぜ上の人があなたに優しいのか。あなたは金づるだからです。あなたを金としか見てないんですよ。あなたが辞めたら上の人の金が入ってこなくなるから優しいんですよ。優しくしているおかげであなたから金をぶん取ってるから優しいんですよってことにいい加減気づきましょうってことです。だけどもなぜこんなことに引っかかってしまうのか。それは自分が無能だからです。自信がない、自己肯定感が全然ない、人に優しくされたことがない、そんな時にですね、なぜか上の人みんな優しいんですよ。いや、あなたよく頑張ってるとかね、すごい、これからも一緒に頑張ろうとか、もっとできるはずとか、もう肯定的な言葉をいっぱい投げ込まれるわけです。それで勘違いしちゃうわけですよ。今までこんなに優しくしてくれたことなかった、この仲間たち素晴らしいみたいな、違うよ。お前を褒めることで、お前から金をぶん取ってるからだよと。で、あなたを褒め殺しにして、あなたが勧誘してくれれば、勧誘してくれるほど上の人が儲かるから。だから、マルチ商法っていうのは、要はホストみたいなもんで、上の人は、要はただ褒め殺すのが仕事なんですよ。別に仕事でやってて、あなたの能力を褒めてるわけじゃなくて、あなたを褒めることによって、あなたが勘違いして、このね、マルチから抜けないこと、そしてあなたを褒めることによって、新しい人を勧誘することで、さらに上の人にお金が入ってくること、お金のためにやってるんですよっていうことに気づかないんですかって。マルチじゃなかったら、上の人なんてあなた絶対褒めないですからね。絶対褒めないですから。絶対優しくしないですから。マルチだからですよ。金づるだからですよ。あなたから金をぶん取り、あなたが勧誘すればするほど、金がもらえるから、あなたを褒めてる、あなたを優しくしてるっていうことに気づかないんですよ。自己承認欲求がないとかね、自己肯定感が低いとか、それを上の人が優しいって金のためにやってるってことに気づかないっていう、もう本当にね、これ典型的な手法ですけども、こういうのに引っかかってしまう。だからマルチに引っかかってる人って、要はもう全然自信のないダメな人ばかりっていう、もう本当に簡単ですよね。ああ、あの人マルチに引っかかってる、全然自信のないダメな人なんだな、もう縁を切ろうっていうふうに周りから思われてるだけです。で、上の人とか仲間が優しくしてくれるのはあなたが辞めたら金がなくなっちゃうからですよ。あなたが辞めて、あなたが勧誘を辞めたら新しく金が入ってこないからですよ。金でつながってるってことにいい加減気づきましょうよということで、もうこういうですね、優しくされて勘違いされてしまうマルチ商法の悪質手法に簡単に引っかかってしまうところから早く抜け出さないと、どんどん友達はなくなり、どんどん一般人からを避けられ、もし気づいた時に、ああ、マルチやめた方が良かったなって気づいた時にはもう手遅れで、本当に誰も手を差し伸べなくなりますからね。早くやめて、ごめんなさい、私は間違ってましたと、皆さんごめんなさい、勧誘してって言って、謝って本当の信頼関係を作らないと、金でつながってるマルチの人たちは、特に上の人たちなんて頭いいですから、金にならなきゃ、あんたなんか簡単に切りますからね。で、上の人たちって頭がいいから、マルチ情報なんてそんなに長く続かないから、適当にやって、あ、このマルチやばい、そろそろ捕まられそうとかね、警察に目をつけられそうみたいになったら、また別のマルチに乗り換えるだけですから。あなたは金づるだから優しくされてるっていうことにいい加減気づきましょうということで、ぜひ皆さん気をつけていただきたいなと思います。